秋元義孝は、日本の外交官、議店長、中央ストラリア特命全権大使などを歴任し、2015年5月から、第14代区内庁式部官庁。2019年4月30日の秋日と天皇の、大礼例正殿の儀並びに、同年5月1日の徳神天皇の検士、東昇慶の儀と、2日間にわたる上位関連の儀式に、際しては、区内庁長官。 山本新一郎と共に天皇を天上へ先導する役目を担当した。専門はロシアと経済協力の二つ。外務省では入省した時点で専門の外国語を決められるが、秋元の場合はロシア語だった。そのために若い頃からソ連ロシア関係に長く携わってきており、モスクワには3回、合計9年間勤務した。自身のパーソナリティについて、 秋元によれば、一言で表現するうまい言葉が見つかりません。自分の性格はよくわかりませんが、極めて合理主義的な面と恩義を大切にする古風な面とが複雑に共存しているのでないでしょうか。という、ザウの名は人間万事採用が馬。秋元によれば、人生は何が最終的に吹くかかかは誰にもわからないという故事です。だから成功している時もおごらず、 失敗した時も落ち込まずというふうに自分なりに理解しています。自分のこれまでの人生の中でいろいろな経験を積み重ねていくうちに自然にこのようなことを得得したように思います。自分の娘たちが落ち込んでいる時などもよく言って聞かせましたから今では我が家の家訓になっています。という、フジテレビ社員の秋元ゆりとフリーアナウンサーの秋元玲奈は娘。 ユリの前夫は、フジテレビアナウンサーの生田竜清。秋元は、ユリと生田隆章の結婚に当初反対したとされる。レーナの夫の父は、元フォーミュラ1ドライバーの鈴木あぐり。ありがとうございます。